よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、1個目の質問です。はい、年齢とご職業お願いいたします。はい、年齢は今22歳で今大学生をやってます。じゃあ4年生ってことですよね。はい、そうですね、今大学4年生です。わかりました、ありがとうございます。できればでいいんですけど、身長と体重を教えてください。はい、身長は今180センチで、体重が今67キロぐらいですね。細身ですね。まあそうですね、多分普通の人よりちょっと細いぐらいだと思います。あんまあ、じゃあご飯とか言っても食べられないですか。まあ、食べられないですね。昔からあんまり食べる方ではないですね。わかりました、ありがとうございます。自分の基本的な性格をお願いします。周りからもよく言われるんですけど、マイペースなんで、すごい自分のペースで生きているっていう感じですね。わかりました。自分の長所を教えてください。はい、自分の長所は何か一つやろうって決めたら最後まで、ね、こうやり通して、そこやりきってって感じですね。はい、自分で今までなんか続けられたこととかってありますか。はい、そうですね、中学からずっと部活でバレーボールやってきて、でそれを中学高校でずっと続けてきましたね。で大学でも今バレーボールサークルも一応入ってて、でずっと今でもバレーボールはやってますね。わかりました、ありがとうございます。逆に自分の短所を教えてください。自分の短所は、あんまりやっぱ性格もマイペースなんで、人の話を聞いてないことが結構あって、結構何回も聞き直したりとかしちゃうし、あんまりやっぱ空気もやっぱ読めないんで、そのマイペースが結構悪い方向に行く時が結構あるんで、あんまりそれが良くないなって思いますね。わかりました、ありがとうございます。女性の好きなタイプを教えてください。こういう人がいいっていうのはあんまなくて、こう好きになった人がタイプっていうやつなんですけど、あでもなんか強いて言うならこうギャルっぽい人より清楚系の人が好きですね。清楚っぽい人の好きな服装とかでありますか。あ、服装ですか。なんかごちゃごちゃしてるよりもシンプルに統一されてる感じの服装とかが好きですね。わかりました、ありがとうございます。じゃあ逆に嫌いな女性のタイプを教えてください。やっぱ一言で言うとメンヘラですかね。メンヘラなんか今までメンヘラの女性と関わったこととかってあるんですか。友達関係とかでもいいんですけど。いや、まあなんか付き合っててメンヘラの人はなんかまだわかるんですけど、なんか付き合ってもないのになんか付き合ってるみたいな感じでもう接してきて、なんかメンヘラっぽい行動を取ったりとか発言とかがあったりして、うわなんかすごいなって思いましたね。ありがとうございます。はい、次の質問です。自分のポリシーがあれば教えてください。自分はあんまり特にないですかね。なんかプライドとかもあんまり持ってなくて、周りの目とかもあんま気にしない人なんで、自由に生きてますね。わかりました。じゃあポリシーがないってことがポリシーかもしれないですね。あもしかしたら確かにそうです、それがポリシーかもしれないですね。わかりました、ありがとうございます。はい、好きな場所があれば教えてください。自分、まあ、今東京に住んでるんですけど、自分地元が結構田舎の方なんで、やっぱ山とか畑とかあるようなやっぱ田舎の雰囲気が自分はすごい好きですね。地元行ってもよければですけど、はい、教えてもらってもいいですか。はい、自分の地元は福岡ですね。なんか地元で特に好きな場所とか自分の住んでる場所が福岡でももうすごい本当に田舎のとこだったんで、はい、もう本当に自分の地元は正直めちゃめちゃ好きですね。わかりました、ありがとうございます。最近笑ったことがあれば教えてください。自分 YouTube よく見るんですけど、チャンネルガードマンっていう YouTuber はマジでめちゃめちゃ面白いです。特に好きな動画とかってありますか。そのチャンネルは結構ドッキリするチャンネルなんですけど、ターゲットに成人式の日にスーツを全部捨てるみたいな、でそのターゲットはそのままそのパジャマのまんま成人式に行ったっていう動画があって、それ結構前のやつなんですけど、それはめちゃめちゃ面白かったですね。
かりました、ありがとうございます、はい、最近泣いたことがあれば教えてください。あんまり泣くことも少なくなったんですけど、先月ぐらい誕生日で、はい、で誕生日の日に、誕生日って基本もらう側じゃないですか、はい、いろいろプレゼントとか。そうだけど、あえて自分その日に、はい、親に、はい、なんか今までの感謝とか込めてプレゼントと手紙を渡したんですけど、でその手紙を書いてる時に泣きましたね。なんか今までのこうなんかいろんな思いが込み上げてきて勝手に泣いてましたね、書きながら。めっちゃいい話ですありがとうございます、はい、最近のマイブームがあれを教えてください。今まで寝るの好きだったんですけど、夜更かしがすごい多くて、夜更かしがやっぱ多い分ずっと起きるのもすごい遅いし、なんか寝起きもあんまり良くなかったんで、もう帰っていろいろもうお風呂とか済ましたらもうすぐ寝るようにしてます。それがマイブームですか？そうですね、なんかすぐ寝て、やっぱそしたら少しは早く起きるんで、はい、なんかそれがなんか気持ちいいっていうか、得した気分にはなんかなりますよね。早くなります、なります。はい、幼少期の夢を教えてください。あ、そうだ、自分小学校の時に将来の夢で、はい、自分総理大臣って書いてた気がします。本当ですか？はい、思いつきとかだったんですかね。まあ間違いなく思いつきだったありました、ありがとうございます、はい、じゃあ現在の夢を教えてください。もう今大学も、まあ、あともうちょっとで卒業なんで就職するんですけど、まあでも就職しながらそこで、まあ、スキルを身につけて、でも最終的には、まあ、今の活動とかもしながら独立とかをしたいなとは思いますね。こういう業種で独立したいとかっていうのはまだ決まってないんですか？いろんななんか仕事もしたくて、はい、その中で一個今友達と二人でアパレルのブランドを作ってて自分たち で、はい、でそれを、まあ、今作ってる途中なんですけど、やっぱりそれをこれからもずっと続けながら結構メインでやっていきたいなって思います。じゃあ業種的に言えばアパレル系で独立したいってことですかね？はい、そうですね。わかりました、ありがとうございます。純也さんの座右の銘があれば教えてください。で自分は一期一会ですかね。なんかやっぱ撮影とかをやってたらその時その時のやっぱカメラマンさんとかディレクターさんだったり、一時もすごい多いんですけど、そこでのいろんな出会いがあって、でそこでいろんな人、まあ、価値観とかいろんな話とか聞けるんで、それで本当に自分もいろんな世界を知れたん で自分の座右の銘はそうですね、一応一年ですね。わかりました、はい、ありがとうございます。何かフェチがあれば教えてください。女性のなんか髪をかき上げる仕草とか、はい、髪をこうかける仕草とか、なんかその一瞬が好きですね。ここにちょっと魅力を感じるっていうことですね。はい、感じますね。わかりました、ありがとうございます。